どうも皆さんこんにちは、なるチャンネル、チャンネル支配人のナルトです。皆さん新年明けましたね、おめでとうございますですね。まあ、ちょっと新年なんで一発目なんでね、なんか新年っぽいなんかゲームないかなと思ったらありました、こちらめんこですね。どうしたなるチャンネル。いきなり新しいゲーム2023年何やるのかな、めんこやりますって。でも皆さん、メンコやったことないでしょ？僕もね、番長3の番長メンコぐらいでしか、メンコ、すぐスラッとの話するね。じゃあ、メンコっていうゲームなんですけど、なんかゴリラのメンコらしいんだよね。ちょっとやってみますか。はい。ってわけで、ゴリラを選ぶのかな？こんなゲームしかしてないね。とりあえずなんか左上のゴリラから選んでみますか。なんかイケメンゴリラさんですね。よろしく頼む。ちょっとゴリラにボイスついてるの面白いね。結構いい声なのいいな。さあ、ルールはおそらくメンコと一緒なんだろうな、普通の。ひっくり返せば勝ちなんだろうか。普通に勝ったな。普通に勝ったな。あと、俺なんか年寄りの方だったんだ。俺のゴリラ年寄りの方のボイスだったんだ。こんな感じで全員倒したらクリアなのかな。やってみますか、2人目。あ、今度のゴリラ女の子なのかな。めっちゃ簡単じゃないか。あれ、クソゲーの予感だな。あ、ちょっとイケボゴリラさんですね。よろしくお願いします。イケボですね。あ、いいね。頭良さそうな感じのボイスですね。よろしくお願いしますみたいなね。あ、強い。ちょっと簡単にはひっくり返らない。これメンコって実際どうなんすかね。なんか四角型と丸型となんかいろいろ形はあるけどね。強い。何それ。あ、このゲージが溜まったら必殺技みたいな。あ、強いねこれ。なるほど、それを駆使して戦っていくのか。あ、女の子だったなこれね。見た目に反して女の子でした。あ、でかい。バカデカメンコだな。このデカさゆえになかなかひっくり返らないみたいな、そういう感じかな。だからメンコなんでひっくり返すか場外に吹っ飛ばしても勝ちだよね。どっちかで勝てばいい。あ、必殺技強くない？ちょっと必殺技があまりにも強い。あと2匹だな。あ、なんか見た目通りのちょっとなんか子供っぽい子供っぽい感じの可愛いボイスだな。ちっちゃめんこだな。ちっちゃめんこゴリラ。あの、ちっちゃいけど意外とひっくり返せれない。あれ、自滅。まさかの自滅。最後はなんかよく見るゴリラだなこれ。よく見る写真のゴリラ。あ、女の人だったんだねこれ。女性のゴリラさんだったんですよね。でかいな。でかすぎん。全然びくともしないけど、これひっくり返るかね。これひっくり返ることがあるかね、このサイズ感。びくともしないね。これ必殺技が発動するんだよな。あ、意外と普通にひっくり返るな。You クリアザゲームじゃないのよ。新年早々何をやってるんだね。